はようございます、こんにちは、こんばんは、釣り深いです。いつもアップしている動画は同じ場所で、同じ魚を釣ってるといったイメージが非常に強いかと思いますね。でアップする動画いつも同じところで釣りをしてる、でつまんないと、でボキャブラリーがないと皆さんそんなふうにおっしゃってるかと思いますけども、そんな皆さんに私から一言、本当に皆さんのおっしゃる通りです。そんなわけで今日はですね、久しぶりにサホロコに来ました。サホロコもですね、風内のワカサギが釣れると。ここの特徴はニジマスを毎年夏に放流しててですね、7月から9月まで解禁してます。そんなことでニジマスが非常に多い、湖ではあるんですけれども、その関係からかですね、ワカサギはですね、ニジマスに追われて本当にそこをギリギリにいてですね、非常に警戒心が強いということで、非常に渋いですね。釣れるのもそこギリギリという感じです。全体的に湖も浅いという部分もあってですね、警戒心はなお強くなっているというのが、率直な感想です。型はですね、ワカサギの型は大きいですね、ですけど当たりは繊細と。釣れるか釣れないか、今のところ若さに釣れる、なんか今日釣れない予感がします。そんななんやかんやでですね、サホロコっていうのは私はいいイメージがないものですから、もうここ何年も来てませんでしたね。ですけども、やはりたまにね、そういう、ところもですね、皆さんに紹介しなきゃならないのかなと、そんなふうに考えてますね。いやー、釣れるのかここ。こんな感じでね、こんな感じですよ、こんな感じでここに乗っけんですよ。そしたらね、焼き芋できますから、美味しい焼き芋ができます。皆さんもね、やってみてください。コールマンのストーブの上に置いたらね、焼き芋ができます。ほんと美味しいですからね、私のおすすめです。魚釣れないんで、食べることに集中したいと思います。それじゃあ、行きますよ。焼けたかな、焼けたかな、魚焼けたかな。お、なんか良さそうな雰囲気と。よし、お、いい匂い、いい匂い。お、これです。いや、美味しそう。いただきますよ。これ最高、見てください。じゃあいただきます。うまっ。氷上釣りでね、食べる焼き芋、めっちゃめちゃ美味しいですよ。これコールマンのストーブだからできますよね。最高です。うわ、うん、完璧。はい、こちらです。焼き芋です。いただきますよ。釣れないけど、ね、釣れないときは食べるしかないですね。うまい。こんなことしてるとね、意外と釣れたりするんですよね。諦めてるとね、意外と釣れるんですよ、魚ってね。
ですね、この坂ね、あともう少しです。頑張ろう。